おかしな二人は、1965年に初演された、ニール・サイモンによる、儀曲、並びに、これを原作とする映画、テレビドラマ。妻と離婚したズボラな性格のスポーツ記者、オスカー・マディソンの部屋に、彼のポーカー仲間で貴重面な性格のニュース記者、フェリックス・アンバーが、妻に逃げられたと転がり込んできた。ニューヨークの同じ部屋に住みながら性格が180度。 違う二人が巻き起こす騒動を描いたコメディ。1965年にブロードウェイで上演された舞台では、オスカーをウォルター・マッソー、フェリックスをアート・カーニーが演じた。マッソーはこの作品で、ドニー賞演劇主演団優勝を、また演出担当のマイク・ニコルズも、同賞の演劇演出賞を受賞した。その後も、キャストを変えての再上演が行われている。 舞台の好評を受け、ニール・サイモン自身が脚本を担当して1968年に映画化された。監督は、ジーン・サックス。オスカー役のウォルター・マッソーは、舞台から続投したが、フェリックス役は、ジャック・レモンに変更された。第21回全米脚本家未愛賞では、コメディ脚本賞を受賞した。 カッコ内は日本語を吹き替え担当者日本語版1998年公開。前作から30年後を舞台にしている。再びレモンがフェリックスを、マッソーがオスカーを演じると同時に、二人が主演した最後の映画作品となった。以前ニューヨークに住み続けるフェリックスと、ニューヨークを離れて、フロリダ州サラソータで老後を過ごすオスカーだったが、 フェリックスの娘ハンナとオスカーの息子ブルースがロサンゼルスで出会い結婚することになり、二人の結婚式に出席すべく再会したフェリックスとオスカーが結婚式までの道中でまたも騒動を巻き起こす。カッコ内は日本語を吹き替え担当者、ドニーランドールとジャック・クラグマに映画版第一作のヒットを受け、1970年に ABC で テレビドラマ版の放送が開始された。こちらも人気を博し、5シーズンにわたって放送の長寿シリーズとなった。フェリックス役はトニーランドールが、オスカー役はブロードウェイ版でマッソーの交番後にオスカー役を演じていたジャック・クラグマンがそれぞれ演じた。テレビドラマ化に際し、フェリックスの職業がファッションカメラマンに変更されている。テーマ曲は 映画版のヘフティの曲が使われた。テレビドラマ版は日本でも放送された。日本では、まず1971年10月24日から1972年4月9日まで、フジテレビで、おかしなカップルと題して放送された後、1977年4月3日から、同年6月26日まで、東京12チャンネルで、おかしな二人と題して放送された。 富士テレビでの放送時間は毎週日曜11時11時30分。東京12チャンネルでの放送時間は毎週日曜22時22時30分。キャスト1977年には、フェリックスとオスカーをそれぞれ、猫と犬に置き換えた、テレビアニメ、それいけ。ワンヤンが、制作、放送。こちらも、日本で放送された。1982年には、 バーニー・ミラーのロングラスがフェリックスを、サンファード・さんの、デモンド・ウィルソンがオスカーをそれぞれ演じたリメイク版、ザニュー・オッド・クープルが ABC で放送されたが、本家ほどの人気は得られずに1シーズンで打ち切られた。1983年には、テレビ朝日で、本作からの本案テレビドラマ、さらば女友達が放送された。主演は、 数年前から、おかしな二人を舞台で演じていた、杉浦直樹と、石立哲夫。脚本担当は、その舞台の脚本と演出を手掛けていた、福田洋一郎。2011年9月には、宝塚歌劇団にて、バウホールで公演があった。脚本と演出は、石田正也が、オスカー・マディソン役は、と優が、フィリックス・アンガー役は、ミサノ・エルが担当した。 2012年に東京特別公演として再演された際にはミサに代わって花形光がフィリックス・ワンガーを演じた。2015年2月から2017年5月まで CBS でマシュー・ペリーとトーマス・レノンによる新たなテレビシリーズが放送された。ペリーは企画と制作葬式にも名を連ねていた。2015年9月には 東京、シアターサンモールで、オスカーを、オリーブ、フェリックスをフローレンスと配役を男女入れ替えた、おかしな二人女性版が公演された。演出担当は、野坂みのる。この記事は、以下のカテゴリーでも参照できますおかしな二人にに関する、カテゴリー、おかしなカップルに関するカテゴリー、ザ・オッド・クプル、ボックス・オフィス・インフォメーション。 ボックスオフィス文書2012年3月4日閲覧アワーズウィナーズ wga.org ライターズギルドオブアメリカ2021年12月2日閲覧ザオッドクプル2ボックスオフィス文書ありがとうございます